皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは、直人です。本日は5月10日で今のドイツ語の日記みたいなのをドイツ語のスピーキングを撮ったんですけれど、まあ、そこのドイツ語のスピーキングの中でドイツの電車について少しお話ししてたので、まあ、せっかくなら日本語でもちょっとお話ししてみようかなと思って今撮ってます。でちょうどその今日5月10日で今日は木曜日で祝日なんですけれど、まあ、祝日で今午後1時半ぐらいでゆっくりしてまして、でちょうど一昨日火曜日に、まあ、そのアゲンチャーミーティングっていうその会社の全体のミーティングがあって、で私は今ミュンヘンにいまして、でその本社がチュービンゲンっていう、まあ、シュトゥットガルトから少し、まあ、シュトゥットガルトの近く南西ドイツの南西の方に、まあ、チュービンゲンっていう町があって、まあ、そこが本社なのでそこに行って、まあ、全体のミーティングをするんですけれども、まあ、ミュンヘンからそのチュービンゲンっていうところの結構便交通の便が悪いんで、毎回そのミュンヘンからチュービンゲンのダイレクト の電車がないので、シュトゥットガルトを経由して行ったり、まあ、他のところを経由して行ったりっていう、まあ、何回か乗り、まあ、1回2回乗り換えしなくちゃいけない場所にあるんですけれども、まあ、その帰りにそのチュービンゲンからミュンヘンに帰るときに、まあ、みんなで、まあ、チュービンゲンからシュトゥットガルトに行って、でちょうどシュトゥットガルトに着いた頃にその掲示板に次の電車ミュンヘン行きの電車が25分遅れてるっていう、まあ、表示がされていて、あじゃあまだみんなで何か食べる時間とかあるねっていう話になって、その何か食べてたわけですよ。そのお店にシュトゥットガルト行きの、まあ、中央行きのお店に行って何か食べていて、で20まあ多分15分ぐらい過ぎた、15分20分ぐらい経ってその15番線だったかな、その電車が出るところの番ところに行って見たらもう電車が出てて、実は遅れてなかったっていうか、その25分も遅れてなかったのか、そのいつ出たのか分かんないんですけれども、まあ、確実に25分は遅れてなくて出てってしまっていたと。いやいやこれはないでしょうってみんなで話になって、まあ、結局次の電車待たなくちゃいけなくなったんですけれども、まあ、次の電車が40分後ぐらいで、まあ、その電車もまた10分15分遅れているみたいな話になって、で、まあ、今回何が言いたいかというと、ドイツの電車の 何パターンか少しお話ししたいなと思って、やっぱりその日本で生活してるとすごい日本の電車はすごい正確なので、最初僕がドイツに来た頃2年前ぐらいなんですけれども、少しストレスを感じていたなっていう覚えがあって、でドイツの電車なんですけど、まあしっかり時間通りに来るっていうのがまあ1パターンで、まあ普通に遅れる、多分5分10分ぐらい遅れる、多分これが 70% ぐらいドイツの電車でだと思います。8割7割は5分10分遅れます。でもう1パターンが電車が次何分に来ますっていう表示がされてるんですけれども、それが急になくなるパターン、なんかキャンセルされましたみたいなパターンが1パターンあって、で最近よく経験するのが何分後なんか遅れてるって表示されてるけど遅れてないみたいな、あとはその表示より早く来ちゃうみたいな、だからそのアプリとかで検索しててあと10分後に来るのはじゃあ今家出ればいいなっていう風にやったりするんですけれど、それが遅れてないんで、遅れてないか、あるいは早く来てるんで、結局なんか計画立てられないっていうか、もうなんか電車がまだ遅れてるならいいんですけれど、電車が遅れてるって表示されてて、じゃあ少しゆっくり行けるなっていうところで、やっぱり遅れてませんでしたって言って、その電車が早く来られると、電車乗り過ごしますし、次の電車も結構遅れてたり、また20分ぐらい待たなくちゃいけなかったりすることもあるので、まあ、そこは、あれですね、また僕も少しずつ慣れていかなくちゃいけないのかなっていうところです。はい、まあ簡単に、まあ、その一言で言うとそんなに、まあ、正確じゃないっていうのはあれなんですけれども、まあ、ただ結構面白いのがその何かドイツの電車とかで、まあ、その乗っててもそうですし乗ってなくてもそうなんですけれども、その電車が遅れるっていうアナウンスが鳴ったりすると、そのなんか知らないドイツ人同士で結構会話が生まれるんですよね。あ、また高いよみたいな。でそこがなんか
実はほっこりするというか、なんて言うんでしょうね、あこの雰囲気いいなっていうところは感じますね。なんかまたかよって言いつつ少し会話が生まれて、なんかそんなになんかそのまたかよっていうのはネガティブな感じには私は感じなくて、で、あこういうところでなんか人と会話が生まれる、まあ、僕は見てるだけなんですけれども、あいいなって思ったりしますね。はい。で、まあ、あのドイツの切符事情とか、まあ、普段あの今そのちょうどスピーキングとかのドイツの日記を書いてるので、まあ、その普段経験してその日なんか感じたことだったりっていうのも日本語で少しずつあのスピーキングで話していければなと思ってます。ただちょっと編集がないのであの聞きづらかったりなんかまとまってないと思うんですけれども、そこはちょっとすみません。はい。じゃあ明日はあの金曜日なんですけれども、そのちょうど明日の金曜日で今日が祝日で土日に挟まれているので、明日はあのそのブリュッケンタグって、まあ、ドイツでは呼ばれていて、そのなんか祝日と平日とかも、祝日に挟まれている平日はブリュッケンタグって言われていて、祝日と多分土日かな、だからよく金曜日はブリュッケンタグだって言われたり、あと火曜日が休みだと月曜日はブリュッケンタグって呼ばれていたりで、まあ、ブリュッケンタグっていうのは橋の日っていう単純にまず直訳するとそうなんですけれども、なので明日はちょっと休みを私は取って今4連休という形ですね。結構このブリュッケンタグは会社の中でも休みを取る方が多くて貴重な、なんか休みなのかなっていうふうに感じますね。はい。まあその電車のチケットの買い方だったりそういうのはまた話していきたいと思います。はい。それではまた会いましょう。ありがとうございました。